見た目はムール貝の大きいのに見えるかもしれませんが、日本の在来種、イガイを使って白ワイン蒸しを作っていきます。イガイの白ワイン蒸しに使う材料は、下処理したイガイ、軽く潰したニンニク、赤唐辛子、で、パセリ、白ワイン、水、オリーブオイルです。こちらを使って作っていきます。